あんまり日本の学校ではこれ言わないんですけど、勉強ってするより教えた方が身につくんですよ。例えば新しく覚えた概念っていうのが、先生に言われました。ふーんって思うんだけど、実際ちゃんと分かってないことが多くて、それを他人に説明しようとすると、きっちり理解してない自分の部分っていうのが分かるんですよ。あ、俺これちゃんと分かってなかったわっていうのがあって、その教えるっていうのをやることで、実は自分がちゃんと理解してなかった部分っていうのが把握することができて、で、じゃあこれ分かってなかったって調べるっていうのがあるので、なので実はその今、受け身として覚えるっていうのをやってると思うんですけど、じゃあお母さんに教えるっていう立場になると、実はそっちの方が、あれ？これ教えられないから分かってなかったわみたいなのがあったりするので、アウトプットって重要なんですよ。その学校教育っていうのがあるせいで、人間ってものを学ぶときは、言われ続ければものを学ぶっていうふうに思いがちなんですけど、そもそも論、その動物ってものを学んだものを、アウトプット出すことによって、その自分の能力っていうのが、例えばじゃあバットの振り方っていうのを覚えたら、バット振りたいから覚えるわけじゃないですか。なので、アウトプットをすることで自分の力、自分の能力になっていくんですよ。なので、アウトプットをどれだけさせるかっていう方が、実はその習熟ってしやすかったりするんですよ。なので、じゃあ、ひたすらその机に座って、じゃあ、英語の勉強しましたっていうのを、中学、高校、大学っていうので、一応その大学を卒業したこの親御さんとこの親御さんとかいると思うんですけど、じゃあ、あなた方、中学3年、高校3年、大学の教育で2年で、8年ぐらい英語やりましたけど、英語喋ってくださいって言うと、喋れない人ほとんどなんですよ。日本の場合ね。で、それなんでかっていうと、英語を喋るというアウトプットを一切しないので、喋れないままなんですよ。でも、じゃあ、英語喋りましょうっていう時に、じゃあ、目の前に、じゃあ、英語圏の外国人がいますと。で、じゃあ、美術館に行きたいですっていう時に、美術館に行きたいですって言ってくださいって言った時に、ストレートにそれ言える人ってあんまりいないんですよ。8年間勉強してるにもかかわらずね。でも、ミュージアムっていう単語は知ってるし、行くだったらゴーだよねって知ってるし、じゃあ、ミュージアムへの道だったら、そのウェイだったり、ルートだったり、ストリートだったりっていう単語も知ってるはずなのに、美術館に行くにはどう行けばいいですかっていうのに必要な単語は全部知ってるはずなんですけど、じゃあ、それを組み立てて、英文で質問してくださいっていうと、できないんですよ。それアウトプットしたことがないから。なので、出川さんがなんであれだけ、コミュニケーションができるかっていうと、出川さんは単語量は全然ないんだけど、アウトプットしまくってるから、で、伝わんなかったら別のやり方っていうのをやることで、全然単語量ないんだけど、なぜか、なんだっけ、自由の女神をね、自由の女神、リバティオブスターチューっていうのがわからない状態で、自由の女神まで行くみたいなやつを、イッテ Q でやってたと思うんですけど、なんだっけ、なんか女の人の像みたいなのを一生懸命言い続けて、で、伝わって結局その自由の女神までいけたみたいなのがあるんですよね。あ、フリーウーマンだ。全然違った。 よく通じたよね、フリーウーマンで。とはいえ、外国人がいたら何か行きたいんだろうと。で、ウーマンだから女性だろうとか、フリーだからリバティなのかなみたいなのが、相手の人がなんとなく想像してくれて、結果としていけるんですよね。っていうのがあったりするんで、なのでそのアウトプットをやってる人って結構うまくいくんですよ。なので、出川さんを目指した方がいいんじゃないかなと。はい。いや、出川さん優秀ですよね。10年ぐらい前だと、嫌いなタレントの1位とか2位とかになったと思うんですけど、今、好感度上位ですからね。なので、世の中の見方っていうのが結構だいぶ変わる速度が速くなった時代なんじゃないかなと思いますけども。留学してた時英語喋るのに意識してたことありますか？酒を飲む。日本人って英語に関して知識的には結構十分喋れるレベルの知識があるんですよ。そのセンター試験とかである程度覚えるんで、だいたいその日本人大学入ったぐらいの人って語彙の能力でいくと2000語3000語ぐらい覚えてたり、基本的な文法って知ってたりするんですよ。で、あとは、それをどう出すかっていうところで、あんまり経験がないとか、恥ずかしいとかっていうので、出さないで喋れないと思い込んでる大学生、大卒の人って多いんですよ。でも、実は知識としてはすでに持ってるものなので、それをどう使うかっていう使い方を覚えるだけですぐいけるんですよ。日本人って、英語に関して言えば。なので、むしろ必要なのは、度胸だったりとか、恥ずかしがらないこととかなので、お酒飲むと喋りやすいですよ。
だ僕大学でそのあ僕普通に英語喋れてるじゃんって気づいた時は酒飲んでる時でした。あの友達と酒飲んでて、あの最初ってその頭の中で日本語を英語に変換するんですよ。その英語でこれって何て言うんだろうっていうのを変換して英語で喋ってるんですけど、酒飲んでるとそのうち無意識に英語で聞いたもので英語で返すようになるんですよ。そのなんかあのなんかグッモーニングなんちゃらなんちゃら先生 I'm fine thank you みたいな、なんか定型文あるじゃないですか。で会話って結構定型文なんですよ。だからこれ言われたらこう返すみたいなのを無意識にこう英語で言われたものを英語で返すみたいなのがだんだん増えてきて、気がついたら英語だけで会話をしてるみたいになったりします、はい、確かに恥ずかしがるとダメだな。あなので日本人少ないとこ行った方がいいですよ。日本人がいるとやっぱりそのなんだろうな、この人そのどう思われるんだろうみたいな日本人の目が気になっちゃって英語喋りづらいっていうのがあったりするので、なので僕そのなんだろうな、日本人がいるとこで英語を喋るのはあまり好きではなかったりします、はい。医療従事者をしています。心理学を学生教育や後輩指導へ応用して、学生や後輩が心よく学習したり業務ができる環境を整えないと思っているんですが、知識として分かっていても実践するのが難しい場合どうすればいいでしょうか。そんなもんです。知識として分かっていることを全ての人が実践できたら、多分全ての人は東京大学に入学しています。いや、その、毎日1時間勉強した方がいいよねとか、じゃあスポーツにとっても、じゃあ毎日1時間これの練習をした方がいいよねとか、なんか筋トレは毎日1時間これをした方がいいよねとか、その、こうやった方がいいよねという、正しい方法論というのは、すでに大体確立してるんですよ。で、その通りできる人間がどれぐらいいるかっていうと、やっぱり人間はその弱い生き物なので、なんか飲み会があるよとか、なんか面白いゲームがあるよとか言ったら、こういうふうに流されてしまうんですよ。っていうのがあるので、なのでその、結局その知識があるっていうのと、それが実践できるかっていうのは全然別の話で、で、学生や後輩に対してもしその、自分の考えっていうのを伝えたいんだとすれば、多分必要なのは知識ではなくて、説得する能力なんですよね。なので、知識があって、その正しい方法が分かってるのであれば、あとはこういうタイプ、こういう性格の人にはこういうふうに説得した方がいいみたいな、その説得のパターンみたいなのをちょっとずつ覚えるといいんじゃないかなと思います。高校生の原稿学習で大切なことは、日本語でしない、勉強しない。まあ、言語学習って、まあ、子供の時にまず最初に日本語を覚えるじゃないですか、日本人の人って。で、その時って、赤ちゃんの時ね、日本語を知らないので、母親に言われた言語をそのまま真似して、なんとなく喋れるようになるんですよ。で、中学生の時に大体みんな英語とかやり始めるんですけど、で、その時に日本語で教わるんですよ。で、多分日本で日本語で英語を教わった人の 98% は英語喋れないです。要はその、日本って中学高校で6年間英語の授業をやるんですけど、100人に2人も喋れる人いないんじゃないかな。なので、要はその言語で勉強しない限り、言語って喋れない人がほとんどなんですよ。たまに喋れる人いますよ。日本語で勉強して英語喋るようになるって。で、僕英語喋るようになったのって、やっぱりアメリカ住んでからなんですよね。で、周りの人が英語喋ってて、英語で考えて、英語でリアクションするっていうのをやると、結構すぐ喋れるようになるんですよ。英語がなんでここまで世界中普及してるかっていうと、言語としてめちゃくちゃ簡単なんですよ。基本的にその、まあ、もともとその、英語ってイングリッシュっていうので、イングランドの言葉っていう意味で、イギリスで使われていた言葉なんですけど、イギリスの貴族ってフランス語喋ってたんですよ。で、貴族ではなくて庶民で頭の悪い人たちが喋れる分かりやすい言葉として英語っていうのが生まれたんですよね。なので、めちゃめちゃ簡単なんですよ。他の言語に比べると。なので、分かりやすいし簡単だから、英語で意思疎通するっていうので、英語ネイティブじゃない人がとりあえずじゃあ共通語で喋るのって英語だよねっていう感じで、その英語が世界中で普及してるっていうのがあるので、英語って覚えやすいんですよね。まず文字が26しかない。大文字と小文字入れると52ですけど、で、日本語って文字1000個いるじゃないですか。多分日本人漢字1000個ぐらい書けるんですよ。まあもうちょっと書ける人だと2000個ぐらい漢字書けるんですけど、とはいえひらがなでも50個で、カタカナでも50個でみたいな感じで文字多いんですよね。で、その漢字みたいなのを覚えなきゃいけないに比べると、英語めちゃめちゃ簡単なんですよ。
なのでその割とその英語って実は簡単なんですけど、日本語で覚えようとすると喋れない人が 98% なので、僕は日本語で教えるべきじゃないんじゃないかなと思ってるんですけども、あの文科省がそのどうやってその教育をするのかっていうのを教えるんですけど、で文科省の人たちって自分たちの仕事を減らさないようにしたいんですよ。要はその日本で英語を教えてる学校の先生って英語ちゃんと喋れない人ほとんどなんですよね、今思うと。その今思うと、まあ自分はあの頃英語喋れないから、なんか学校の先生って英語すごいできるのかなと思ったんですけど、今思うとこいつら別に仕事できるレベルじゃねえよなっていう人がその日本語英語を一生懸命教えてるんですよ。なのでそんなんで教わっても思われるわけないよねっていうので、なのでその日本語喋れない外国人連れてくるべきだと思うんですよね。その日本語喋れる外国人の先生になっちゃうと、その生徒は日本語で言っちゃうんですよ。で、日本語で伝えちゃうので、結局その英語で覚えるんじゃなくて、日本語を使っちゃうんですけど、日本語全くわかんない先生が来ると、その無理やり英語の知ってる単語の範囲内でコミュニケーションを取らざるを得なくなるんですよ。その、あの基本の英単語って多分100の動詞が覚えてれば、大体英語って困らないって言われてるんですよ。なので、あの、100個動詞を覚えてれば、大体コミュニケーションできるんですよ。なので、その、100の動詞で、なんとか組み合わせて、コミュニケーションするっていうのをやると、英語喋れるようになるんですけど、その、日本語喋れるって相手が分かっちゃうと、そういう、その、無理して伝えるっていうのをやらなくなっちゃうんですよね。で、そのテストもなんか日本語で書かれたテストになっちゃってて、その、この単語の意味を日本語で書けみたいなのって、僕はあれ、すごい意味ないと思うんですよね。英語の単語の意味って、英語のその日本語と1対1じゃないんですよ。例えばそのじゃあ、テイクっていうのを日本語訳しろってめちゃめちゃ難しいんですよ。要はそのいろんな日本語に分けてもいろんな意味があるもので、要はテイクってテイクって意味だよねって覚えて、こういう時使うし、ああいう時使うしっていうので覚えた方が実は使いやすいんですけど、でもそのなんか取るという意味もあるし、食べるという意味もあるみたいな覚え方すると、そうかテイクは食べるかみたいになっちゃうんですよっていう覚え方をしない方が実はいいんですけど、まあこれ話すと長いんで、あのネイティブの人の勉強の仕方とかをあの調べると分かるんじゃないかなと思います。で、言葉ってその国に行かないとなかなか覚えられないんですよね。で、日本ってあの日本語っていう言葉を喋るんですけど、あの世界三大難解言語のうちの一つって言われてるんですよ。スワヒリ語、日本語、ロシア語だったかな。で、あのまあ日本語ってそのまあ漢字を使うっていう、あのすげえまず難しいハードルがあるんですけど、そのまあ中国の人とかもっと漢字を使うんですけど、あの中国とか日本とか以外の国って文字ってあの30個ぐらいしか覚えないんですよ。まああの大文字小文字入れたら50個ぐらい。基本覚える文字数が100超えるっていうの人類ほぼないんですよ。ところが、その中国はまあ特殊なんだけど、中国でもねえくせに日本人って2000文字とか覚えなきゃいけないんですよ。もうきついよねと。で、さらに日本語って文法がかなり特殊なんですよ。あの、例えばその英語で I have a pen みたいな主語、動詞、目的語って並ぶ文法が、あのラテン語系が多いので、西洋の言語ってほとんど大体その文法に近いんですよ。まあ一応そのあの目的語が動詞の前に来るフランス語みたいなのもあったりするんですけど、まあ基本主語があって動詞が来て目的語だよねっていうのがラテン語系大体そうなんですけど、日本語って動詞が最後っていうすげえややこしい文法なんですよ。で、中国語も、そのなんか、我是李弁蓮みたいな、私は日本人ですみたいな、主語と、あの、述語、あの、動詞は、あの、前に来るんですよ。なので、文法構造って、実は英語と中国語の文法構造って似てるんですよ。でも、要は、文法構造も特殊で、文字も2000文字覚えなきゃいけないっていう特殊で、で、あの、文章の、そのなんか、区切りがわからない言語なんですよ。その、要は、I, have, a, pen って空白があるから、どこまでが単語かっていうのも、パッと見すぐわかるんですよ。いや、全然英語読めない人でも、一個一個の単語がわかるんですけど、日本語って、私の家には鶏が2羽いましたとか、ひらがなで続けて書くじゃないですか。そうすると、庭はどこで切るのか。で、その家の庭なのか、2羽なのかとかも、わかんないんですよ。だって繋がってるから。でも英語とか中国語とかだと、あの、2ってもう漢字で書いてあるから、じゃあ、あの、2羽だよねってわかるんですけど、その、あの、まあ、ベランダの外にある空間の庭なのか、あの、日記という庭なのかっていうのも、その日本語に精通してないとわからないんですよ。庭、鶏がいるっていう。
っていうぐらいめちゃくちゃ難易度が高いんですけど、東南アジアの外国人の人とかがコンビニに来て普通に日本語喋ってるんですよ。っていうのがあって、なのでそのすごい難しい言語でも来ると喋れるようになるっていうのがあるので、なので言語を学びたいときはその国に行くっていうのが一番効率いいんじゃないかなと僕は思ってます。